じゃあ、本当に失礼します。あ、いやいや、ちょっと忘れ物を取りに来ます、はい、もう戻ってこないかもしれません。そんな言葉に言われて黒が欲しいな。これ3曲あるんですけど、何番流しますか？3曲、タイトル出てます？いや、全然タイトルとかはなかったんですけど。わかりました、じゃあその場で、とりあえず流して考えましょう。わかりました、はい、OK です。そうですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう配信しましょう。お願いします。じゃあ、行きます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。来月のライブはいつかな。ビアーに行こう。ビアーに、ね、ビアーに行かないと。ヤマさんのお休みいつなんですか？自分ですか、うん、自分水木金。え、そんなに休みあんの？自分そうですね、ちょっと今減って、月火どうしか今出てないんですよ。え、なんでなんで、え、なんでなんでって、いえいえ、そういうシフトなんで。ああ、はい、FM 技能が嫌いになったのかと思った。じゃあ水曜日、え、水曜日はどうなの？水曜日、ああそうか、水曜日ね。月か水木、あれ。あ、10秒前です。はい、失礼。時刻は10時を回りました。ちょっとストリームのお時間です、お相手はユニット系のカント、タキト、FM 技能スタッフの山崎です。いいですね、今のスライド。はい、ということでですね、今夜も音楽を聴きながら、どうでもいい話をお伝えしていきたいと思います。皆様からもですね、ちょっとした話、どうでもいい話募集しておりますので、ぜひお寄せください。よろしくお願いします。サイマル放送もやってます。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、FM ギノワンを選曲してください。これはですね、結局こちらの方でですね、うん、かけている音楽だったり、そういうものがですね、ユーストリームだったり、ツイキャスそのままだとですね、流すことができないんですね。で、リスンラジオだったり、そういうですね、FM ギノワンからのホームページからですね、ホームページの再生ボタンから聞いていただけますと、そういう音楽でありましたり、CM ですね、番組の間に流れている CM なんかもそのままお聞きいただけますのでですね、僕たちが黙ってる無音の時間がなくなりますので、ぜひ、そちらから聞いていただけたら嬉しいと思います。では、まず最初に、FM コザ道向かいにあります、ミュージックバー F の今週のライブ情報です。まず今日ですね、1月の24日火曜日、新年弾き語り合戦というイベントが行われております。オープンが20時30分、
ということでもう始まってますね。あのオープンして、ライブスタートが21時になってますんで、もう始まっておりますけれども、チャージが500円ということで、こちら6組出演します。まず克美、そして新宗介、やらたくみ、セリカ、出婚フロックスということでですね、6組の、アーティストが出演して、お送りしている状況ですね現在ね。はい、はい、で先ほどのですね、8時台の FM コザの番組ではですね、全員ちょっとゲストでライブ前に、うん、出演していただきます。すぐ出場っていうことするね出演していただきましてですね、まあ、2曲3曲か、うん、歌っていただいたんですけれどもね、とってもねあの楽しいメンバーでしたんでね、うん、今10時でしょ、なんで、ちょうど始まったのかね、うん、いやちょうど始まったじゃないですよ、一番トップバッターが終わった頃、2番目が始まる頃、うん、もう連続できますから彼ら。あ本当そうですよ、じゃあ3人目ぐらいか、6組って言ったら、9時から始めて10、ね、9時、10、11、12、1時、2時、終わり3時、3時過ぎですよ、ね、そういうことになってしまうんでね、うん、3曲ずつですからね、またね、そうだね、なんでまだ、今ちょうど半分終わったぐらいかな、それぐらいの感じだと思いますので、お近くの方、もしいらっしゃいましたら、聞いていらっしゃいましたらですね、うん、ね、まあ、ミュージックバイフ遊びに行ってください。続きまして、木曜日。日賀義弘定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージがこちらも500円ですね。まあね、ブルース、コザのブルースって言ったら日賀義弘さんですからね、一回見てみたいなっていう人はね、あのお酒飲みながら聞けますんでね、行ってみてください。木曜日、日賀義弘定期ライブです。そして、27日の金曜日、はい、ついに来ました、サツキ&ランのライブ。サツキ&ラン、サツキさんは、元ズーのボーカルサツキさんと、ヨナハランさんがギターでサポートしますね。サツキ&ランライブ、こちらがオープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージが1500円となっております、ね、1500円でサツキさんのライブ聴けるんだよね。ね、ダンスのサポートで、そう、うん、男らしいサツキさん、俺多分いつか殴られるねこんなこと言ってたらね、ということで、サツキ&ランライブは27日の金曜日、ミュージックバー F になっております。それから翌日、28日土曜日、大きな木お中元お歳暮ライブ、こちらはですね、いよこ、あとはあと2組別に、まあ、全部で3組、出演いたします。去年かな、うん、去年何回かね、いよこちゃんのねカードとかね、うん、そういう曲をねこちらでも流させていただきましたけれどもね、そのいよこちゃんも入ってます。で、このお中元お歳暮ライブ、どんなライブかというと、うん、皆さんね、お中元やお歳暮の時にあのいろんな方からね、もらう、お中元お歳暮もらいますよね、うん、で、まあ、使い切れなかったり、あのまだ残ってるとかいうものがありましたらですね、こちらをお持ちくださいというライブなんですよ。なんでこちらをお持ちくださいっていうかというとですね、これをですね、県内の子ども食堂へ提供いたします。うん、ね、自分たちで持って帰って食べますじゃないですよ、ね、もしくは誰かに売りさばいて、ね、ライブ代にしようというわけではありません、ね、あのお歳暮とか、お中元、まあ、お中元でねいただいたものっていうのは賞味期限の関係もありますんで ね、まあ、缶詰くらいだったら大丈夫なのかな、うん、と思いますけどね。だからお米だったらさどうなんだろうと思って、お米でねもう新米って書いてあってもね、もう新米じゃないですからね。そう、そうそうそう、で、あのお中元とかお歳暮でもらったもの、自分じゃ食べきれないとか、もらったんだけど私は好きじゃないのよねっていうものね、結構聞きます、うん、ね、そういうものをね持って行って、いただくとライブチャージは無料ということになります。で、もしそういうものが、ね、誰からもお中元お歳暮をもらうような、年でもなければシングルなのでという場合ね、うんうん、はあのライブチャージはこちら500円というふうになってますんでね、500円を持って、500円持ってじゃないな、一応1000円持って、ドリンク代がね別途ね、だいたい500円ぐらいは出ますんでね、まあ、最低1000円を握りしめて、ミュージックバー F の方に
行っていただければ、またね素敵なライブが聞けますということで、1月の28日土曜日は大きな木お中元お歳暮ライブということです。こちらはですねオープンが、20時夜の8時、そしてライブのスタートが20時30分となっております。通常の F のライブよりも、ちょっと早いですよね、1時間早い感じかなになっておりますので、よろしくお願いいたします。以上今週の F のライブ情報でした。はい、どうよ、うん、先週うちらもライブだったね、うん、ライブだったんだっけ。大変だったねライブだったんだよね。そう、あ、そうだよ、聞いて。はいはいはい、ね、あのさ、はい、先週僕たちあの18日、はい、水曜日 F でライブだったんですよ。はい、ライブだったんですけども、です、はい、はい、けどもですけども、まあその、まあ、9時オープンして9時半からライブスタートしますよね、うん、はい、で、まあ、大体一部っていう形で9時半から僕やらせていただくんですよ。はい、でやりました。はい、ね、ね、大体ね10時過ぎぐらいまでね、うん、やりました、はい、一人で頑張りました。はい、で、まあ、次はちょっと皆さんとお話ししてね、うん、でちょっとお酒でも飲みながらっていうような感じ いいですね、はい、10時半からスタートするわけでございますよ。はい、で2部はこちらにお会いします、はい、この方が、はい、メインボーカリストとして、お、私はただの、はい、ただの伴奏役として、はい、ステージに出るわけでございますが、はい、なんとですね、なんと聞いたらびっくりするよこれ。え、あのね、はい、寝てたのこの人。いや、ちょっと待ってください。先週の放送で、はい、小座で寝てたと、放送中に。そうそうそう、 FM 小座の放送中にもう寝てました寝てたと、はい、でこちらの放送中は歌ってたよね、なんかね、歌ってました、ね、歌ってた気がするよね、はい、うん、歌ってて、で、まあ、翌日でございますよね、はいはい、翌日水曜日、水曜日もですね、はい、FM 小座さんの8時半からの番組また行きまして、はい、あれ、あなた出たよね、うん、出たよね、うん、出たよね、うん、はい、出たんですよ、ね、今からライブだ頑張るぞっつってやったわけですよ、はい、がしかし、ええ、放送終わって、はい、9時にお店オープンで行きまして、はい、で、9時半になりました、僕スタートしました、はい、やって、はい、やっと終わったと思って、はい、ね、やりましたがしかし、10時半になっても、はい、うんともすんともないわけでございます。うんともすんとも、はい、まるで石のようにね。で、まあ、まあね、疲れてるかしょうがないやと、あ、じゃあすいませんっていうことで、じゃあいつもねこっちが歌ってる曲をしばらく僕が歌いますっつって、お、はい、やったわけですよ、はい、ね、しかもキーも変えずにやっちまったわけですよ、はい、ね、あ、きつかったよで、まあ、最後に1曲ぐらいはね、はい、ね、うん、この人の歌を聴きに来てる人がいるわけですから、いや、そうですよ ね、 ね、最後に1曲ぐらいはということで、言いまして、やりましたけども、うんともうんともね、なく、これ どこで寝てたんですかちなみに、はい、ね、言っていいかな、あのね、はい、ミュージックバー F っていうのは、はい、例えば入り口入ります、はい、で左の一番前の方に、一番左の方にねステージがあります、はい、で、まあ、左、中入って左を向くと右の前の方かな、はい、右の前の方にステージがあって、でその左側はシートがあるわけですよ、はい、で今度後ろ向いて、まあ、要は入り口入って右側ですね、はい、右側は一番左にカウンターがあります。なるほど、ね、でそれ以外のところには席がね前向きに2席ずつポンポンポンと置いてあって、で周りは、また椅子が並べてあるわけですよね、はい、これの入り口入った一番最初の右の椅子のところ、はい、ステージ向きの椅子のところに腕組んで寝てましたこれお客さんじゃあもうもろに見えてたってことですか。まあそうですね、お客さんもね、うん、寝てるねって感じでね、で私ステージから何回か言うわけですよね、はい、そろそろどうでしょうみたいなね、はい、ことを言うわけですよ、はい、
それにもうんともすんとも反応がなく、はい、まあ、お客さんもその反応がないのを分かってますからね、はい、で、まあまあ、まあ無理にね起こすのもね、はい、こんなにがっつり寝てたらね、はい、かわいそうだということでやりましたよ。おね、そのうちにはあれと思って起きてきてくれるだろうと思い、はい、続けること、30数分、最後の最後までうんともすんともなく、もうね、お客さんももう分かってるので、じゃあもうね、この言葉を言うのつらかったんですけど、最後の曲にしますだってね、一応2ステージ目はこの人って決まってるんだから、はい、で勝手に僕が締めちゃまずいでしょって思うよね。そうですね、なんだけどこれは無理だと、はい、ね、全員一致で、はい、最後の曲にさせていただきましたけどね、私がね、単独ライブでしたねそうだよ、ね、すいませんね、すいません、いつ起きたんですか、ちなみに。帰るとき、帰るときに、もう誰もね、もうライブ終わっても起こさなかったね。ああ、もうしょうがねえやって感じで、うん、そうそうそう、そうライブ終わって、まあまあみんなでまたね、ちょっとお話ししながら飲みながら、はい、ね、じゃあもう終わろうかと、じゃあ終わろうかと、ね、このお店自体をね、はいはい、終わろうかというときに帰るぞって一言言いましたね、帰るぞって、ですよね。うん。うんってなんかね、12時だった、12時でしたかね。あ、そうそう、そんな感じでね、単純に先週は僕のワンマンライブだったという話ですねお疲れ様です。なんかね、うん、まあ微妙だったね。 いいか、うん、いいよね。そうそうそう、まあ、ワンマンだったんでね、はい、あの動画も撮っていただいたりしてね、あ、まあ、その点では良かったのかな、うん、ということにしましょう、はい、すいませんね、初っ端からどうでもいい話でした、はい、ということで、CM お願いします。はい、はい、そうだった、先週ライブだったんだよ、ライブやったことも忘れてたよワンマンやった割にはもう完全に忘れてた。 あれライブだったけど何やったかなと思ってた。あとどうしましょう、CD の曲いってますか。一曲まず一発目かけてもらってもいいですか。あ、わかりました。 CM 明け CD いく、うん、わかりました。でね、納豆入ってるのかな入ってないのかな、わかんねえな。あ、今確認しますか。確認できます。あ、はい、あの、ね、1曲目がこれです、ね、納豆っていう曲は最後にしたいんですよね。いつだわけなこれが一番です。とぼけたふりをした僕にこれじゃないですね。これでもないですね。今ですね、ツイキャスもしくはユーストリームからご覧の皆さん、
サイマル放送もやってます。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。そちらから聞いていただけると、今流している曲ですねもお聞きいただくことができます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック。 FM ギノワンも選曲してください。よろしくお願いします。しげゆき歌ってる時はかっこいいよな。ねえ。まさきさん。はい。これタイトルも出てないんですよね。あ、タイトルも出てないですね。CD も書いてなかったんで。ねえ。ちょっと頑張って。あいつ大丈夫かな。日没っていう、まあ、アルバム。日没、いや落ちてるんだよな。刺激最高。宿根ですか。ええ、これなんて読むんですか。宿の根で。あ、宿、これなんて読むんですか。宿根ですか。あ、宿根。宿根。あ、うん、宿根。花なんですか。宿根ブロックス。あ、宿根ブロックスって調べたら花がいっぱい出てきたんで。あ、そうなんだ。終わります。はい。はい、ということで、まず今日1曲目、宿根フロックス。宿根フロックスですよ。宿根フロックスですね。宿っていう字に根っこの根、はい、そしてカタカナ、カタカナだっけ、フロックス。はい、カタカナですね。ね、宿根フロックスっていうの曲を聴いていただきましたけれども、これですね、先ほど本人から、アルバムをね、アルバムというか、はい、マキシシングルみたいなね、はい、これ預かってきたんですけれども、タイトル書いてない。そうですね、一応ファーストデモ、ファーストデモかよ。デモです。ファーストデモ日没というタイトル名ですね、はい、日没。ファーストデモなのに日没。そうですね、はい、素晴らしい。宿根フロックスっていうと、まあ、あれですよね、まあ、最近は結構ライブやってる人の間では有名でしょうね、うん、宿根フロックスっていう名前でもね、うん、最近というかもう2年ぐらいになるのかな、宿根フロックスになってから、うん、ね、平重幸、はい、ね、くんと、やらたくみさんね、2人でやってるカーホンでね、しげきがギターで、たくみさんが、カーホンでやってるんですけれども、はい、しげゆきのね、 妹の方がブレイクしてるんですよね。あ、そうなんですか。実は平葵ちゃんっつって、はい、まあ、モズなんかでもよくやりますしね、まだ高校生だ、ね、そう、まだ高校生なんでね、すごい、時間帯がね早いんですよ。早くしないと、うん、怒られちゃうんでね。あ、そうですね、そうそうそう、葵ちゃん
ね、で平葵ちゃんがいまして、まあ、茶田の観覧車のところなんかでもねやったりもする、うん、するんですけどね、そのお兄ちゃん、はい、平重幸、これ出根フロックスですね、うん、でも兄弟みんなミュージシャンでね、そう兄弟みんなミュージシャンということでね、まだね他にもね兄弟いらっしゃってみんなミュージシャンという話ですけどもね、このね今かけた出根フロックスの平重幸の方、はいはい、彼のねこの世界観といいますか、うん、がすごくてですね、キャラクターがね、キャラクターが多分ね最初見た時にこの人大丈夫かなと思うんですよ。どういうことですか。めっちゃ緊張してるんですよ。あ、なるほど、常に緊張してます、はい、MC も緊張してますし、ね、はい、ラジオの時も緊張してますし、常に緊張した状態なんですけれども、はい、歌い出すとすごいっていうね、もう自分の世界ですからね、うん、でまたその歌がまたすごいんですよ。今回のこの日没っていう、まあ、ファーストデモですか、はい、ファーストデモ、これにはまあ、普通っていうとおかしいですけどね、はい、の曲が入ってますけども、ね、ちょうど2年前だったかな、1年前か2年前ぐらいにね、はい、初めて僕が彼の曲を聴いた時は、はい、ちょうど彼がね豆シリーズを作ってた時だったんですよ。豆シリーズ、はい、豆シリーズ、いろんな豆を題材にした曲を作ってたっていう、はい、時でその時に2曲聴かせてもらって、はい、1曲目が納豆だったんですよ。おーおーおー、ね、うわ納豆すっげーと思って、ね、タイトルだけ聞くとめちゃくちゃいい歌なんですよ、あそうだね頑張ろうみたいな、うん、本当にこの曲を聴いた後に、はい、今度ねアーモンドっていう曲があったんですよ。アーモンド、はい、もう1曲あるんですっつって、はい、でこれはまたアカペラで歌いますんでっつって、手拍子お願いしますっつってやったら、うん、単純にダジャレの曲だったんです、だけどもうその2曲で完全にはまりましたね、豆シリーズ他にもいろんな豆があるはずです、あるはずです、あるはずです、いやあるある、ね、うん、だから彼のライブにしょっちゅう行ってる人をね、うん、なんかはねお豆シリーズ全部網羅してると思うんですけどね、本当にすごいなんだろう、歌詞を聴いてると引き込まれるような曲っていうのがねたくさんあるんですよ、まあ、その中に、はい、そういうねちょっと舐めたような曲もありますけどね、すごいねキャラクター楽しくてね、素晴らしい方ですよ、で葵ちゃんもまたすごいしね、うん、葵ちゃんは葵ちゃんでまたねお兄ちゃんとは全然違うね世界を持ってまして、ね、彼女もまたすごい、うん、すごい兄弟です。でそういう人たちが今日 F でね、まあ、葵ちゃんは違いますけどね、はい、ライブやってますけどね、そのライブもちょっと楽しいことやろうということで、はい、今回ね、なんだっけ年始め歌合戦だった、うん、っていうような感じで6名、はい、6組も来てやってるんですけど、その、ね、新年弾き語り合戦、弾き語り合戦か、うん、そうそうそう、だから、ね、元はねバンドでやってるような方も来てるんですよ。ホリデーオンサーズデイっていうバンドがありまして、はい、でそこのボーカルをやってる、ね、勝美さんも、うん、ソロ ソロで弾き語りでやりますっつって、で出根フロックスの片割れの、はい、やらたくみくんもいつもはカホン叩いてますけど今日はキーボードでやりますみたいな、ちょっと新しい感じの、そうそうそう、だからなんかまあ要はソロだから、ね、はい、全然違うバージョンでみんなやろうみたいな、うん、まあ通常からねソロやってる人はギター持ってやってますけどね、そうそうそう、セリカちゃんもねそうですよね、うん、女の子一人だけだったんですけどね、うん、やるし、シンくんもねいい声してましたね、うん、あれは女性だったら聞きに行きたいんじゃないかなっていう、そうそうそう、そういう人たちが今日集まってやってますけど、その中でもね今日はね出根フロックスをちょっとピックアップして、はい、聞いていただきたいと思いますが、はい、が、CD を預かってきましたけれども、はい、タイトルなど一切書いてございません、そうですね、はい、ジャケットがですね日没ということですのでこれは朝じゃなくて夕方の日没の写真だと思いますね、はい、がありまして、そこに日没と書いてあって出根フロックス書いてある、そしてこの中を開けると真っ白な CD と、
真っ白な裏紙が見えるっていうね、何も書いてない、ちょっと書いてほしかったですね、タイトルぐらいは書けよっていう話じゃないですねCD 本体にもしくはこっちの裏の方に書いてほしかったですね、曲ね、何曲入ってるのかとかね、その曲の曲名ぐらいは書いてほしかったんですけども、CD 買っても曲名全然わかんないよみたいなね、リクエストできないっていう、そんな CD もあるんだね。あ、そうです、ね、彼らしいといえば彼らしいです、そんなね、CD の中から、ね、3曲ね、3曲しか入ってませんけどね、3曲、なので何度も言いますけれども、なんていう曲ですかっていうね風に聞かれても曲名は一切分かりません、はい、ということで2番の曲をお願いします。はい、分かりました。なんか3番目の曲あれですね、ちょっと調整して声とも聞こえた感じがしましたね。何の曲かだからあれですよね、調整して本当にデモつって、その要はそこからを曲としてあ入れてるやってるのか、それ調整だけで終わったのか、ちょっと聞いてびっくりかもしれない本当聞いてびっくりですよね。28分なんだね。そのCMでいいかな。ね。そのシグナスさん元気かな。最近メッセージ来ないね。うん。まあね、お忙しいでしょうからね。うん。お帰りなさい。
開けます。はい、ね、どうすか。なんか結構なんですか、落ち着く曲ですね。落ち着きますよね、なんかね、はい、ゆったりする、うん、すごい聴き入る感じです ね、はい、曲なんですよね。タイトル知りたいな。タイトル知りたいですね。ちょっとめちゃくちゃタイトル知りたいですよね。気になりますね。なんてタイトルつくんだろうとか、ちょっといろいろ想像しちゃいますね。ねえ、はい、で結局ほらなんかほらリクエストしたいじゃないですか。はい、リクエストしたいですね。ね、はい、なんかね、あこの間のこのね曲歌ってみたいなリクエストをしたいけど、あ、はい、あの CD の2番の曲みたいなこのデモのみたいな、そうそうそう、デモの2番の曲が聴きたいなみたいな、ね、聴きたいなみたいな感じですよね。そう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 、そしたらねタイトルもまた言わずにね歌い出して終わりそうな感じですよね。確かに大丈夫かみたいなね、はい、うん、タイトル教えてください。平重彦くん、放送見てないと思いますけど今ライブ中なんで、今ライブ中なんで見てないと思いますけど、見てたらねこちらまでみたいなね、はい、本当に FM 機能までタイトルを送ってくれ頼む、はい、ということで、前半重彦、2曲お送りしました。後半も1曲ね、あります。これがちゃんとした曲なのかどうなのか、さっきちょっと聞いたらね微妙でしたけど、はい、一応ねダメ元でね放送してみたいと思いますね、はい、はい、なので、一旦 CM です。 CM 明け流しますか。 CM 明け、はい、お願いします。来てる？ああ。確認しないと危ないからね。危ないですね。普通に寝息が聞こえてきたりするからね。ああ。今ツイキャスをご覧いただいている方、ありがとうございます。もしよければ、なんだっけ、FM機能のホームページの再生ボタンか、リスンラジオで聞いてください。そしたら流してる曲も聴いていただけるのでよろしくお願いします。でもっと良ければコメント、うん、もしくは、最近あったどうでもいい話送っていただけますと嬉しいです。まあちょっとした話でね、例えば僕なんかあれなんですよ、警察署行くでしょ、はい、警察署この格好で、はい、ね、みんなにね挨拶されるんですよ。ほう制服に似てるから、あ、ま、若い人っていうか、はい、まあ、あんまり変わらない人たちから挨拶されるんですよなるほど、まあ、似てますね、ちょっと色も、ね、最初なんでかなと思ったんですよそしたら、あ、これ制服に似てるのか、似てますね、ちょっとで偉そうに入っていくんでしょうね、僕がねそれがダメなんでしょうね。ああ。はい、平重幸、これライブから撮ってるんだ。よかった、ちゃんとした曲だ。あーですね。ちょっと不安ありましたね。俺だってさ、
こんな俺だってさ、粘って粘ってたいな。納豆を前納豆を、俺はなんだろう、俺はなんだろう。納豆を前納豆を、俺はなんだろう、俺はなんだろう。イエイ。納豆をこんなに熱唱する人ないよ。まあ、ないですね。ね。歌詞の半分納豆だからね。すごいなこいつ。ついに来ましたね。これですね。これですよ。出根フロックスの納豆。わあ、ね。ついに聞いちゃいましたね。聞きましたね。聞きましたね。ね、ちょっとそのイントロというか最初の部分だと、納豆かどうか分からなかったですけど、もしかしたらっていうのはちょっとありましたけどね。はい、だけどまさか納豆ライブバージョンで突っ込んでくるとは思わなかったですね。納豆をこんだけ熱唱できる人もね、彼ぐらいだと思いますよ。納豆と自分を比べられる人すごいですよ。すごいですね。納豆は糸を引いてるですよね。はい、ね、こんな俺だってギター弾いてるって、あ、すごいですね。歌詞の半分納豆ですからね。出根フロッグス、平重幸君こんな人です。なんかね、タイトルとかね、そういうのを聞いてると結構そのはっていうのがね、多かったりするんですよ。はい、要は普通じゃ絶対つけないような。だから出根フロックスっていうこの、あのグループっていうか、あのね、名前も、はい、ね、さっき花の名前なんですねっていうあれでしたよね。そうです、花の名前です ね。検索すると花が、はい、出てきます。出てくるっていう、結構ね、っていうかね、かなりね、自然派な男です。お、自然派な男。顔に似合わずというと、はい、いけませんけどね。はい、とってもね、真面目でね、自然派。自然、で、そうそうそう、いろんなことを真面目に考えてる人ですよ。納豆に対しても、はい、アーモンドに対しても。アーモンドに対しても、そう、人が気にしないことを気にするミュージシャンです。ぜひね、あの出根フロックス、もしくは平重幸っていうね、あれを、なんかどっかのライブハウスとかでそのライブ告知を見たら、皆さんね、ぜひ一回行ってみてください。一生懸命ライブやってますね、のでね、絶対楽しいと思います。はい、ということでね、この辺で、まあ、ライブのね、はい、告知というか、平重幸紹介は終わりまして、はい、今週のどうでもいい話。そうですね、はい、やっていきたいと思います。先ほどね、CM 中じゃねえ、曲の途中だ、CM 中じゃないですよね、はい、曲の途中、はい、ね、僕
この格好でそのまま警察署入ってたらあの挨拶されるっていう話をしたんですけどね。あの特にね、新人さんというか、ね、入られる時期なんかはね、まあ、お前警察署に何しに行ってんだという話なんですけどね。まあ、そうですよね、はい、まあまあまあ、ね、たまに行く機会がありまして、まあ、いろいろありますよね。いろいろあります。なんか捕まってるみたいじゃないですか。生活してればありますよ。だって自分はなんか物落としてこう警察に行くとかありますからね。届けに行くとかね、行くとか、うん、はい、なんだかんだありますけども、まあ、そういう時にね、うん、挨拶されて最初分からなかったんですけどね、はい、この姿形というかなりがね、はい、服装がいけなかったんだということにやっと気づいて、気づいただけですけどね。だから何するというわけでもないですよ。その挨拶してくれた人にね、すいませんちょっと財布落としたんですけどって、ね、その人もびっくりみたいな、まあ、そうですね、びっくりしますよね。そ、うん、でも使い込んだ服っぽいですよね、警察官ですね。なんかね、新しい警察の服じゃなくてピカピカじゃなくてね、ベテランさんだなみたいな、なんかね、うん、そんな風貌なんでしょうね。でいいのか悪いのかってね。なんかやらかした時にはどうしようもないですけどね。そうそうです、やらかさないように気をつけたいと思います。で山崎さんなんかないですか。あ、自分ですか、自分その趣味としてですね、アニメを見るのが趣味なんですけども、はいはいはい、最近ですね、あの、ジョジョの奇妙な冒険って分かりますか。分かります分かります。のそのジョー太郎、これは空城城太郎の方、空城城太郎が出てくる、はいはい、そのスタンドが出てくるちょうど、はいはい、あのシリーズのアニメを見たんですよ、ええ、そしたらですね、ちょっとエンディングがちょっとかっこいい曲で、ちょっと調べたらですね、これがなんとあのバングルスの Walk Like an Egyptian が使われてたんですよ。あ、ちょっとびっくりしません？よく調べましたね。いや本当、あ、なんかこのいい曲だなって思って調べたら、はい、バングルスかよみたいな、ええ、ちょっと、はい、まあ、これだけですけども、はい、驚いて。でもね、でもね、ちょっと待ってよ、その前に一個いい、はい、今ねツイキャスでねコメント来てるんですけど、はい、ね、読みますよ。、はい、ね、またね。関西のかっちゃんさんから、こんばんは、寝たらあかんって。起きてます。また寝てるのか。起きてるちゃんと。本当か、起きてる、うん、ね、もう先週からね、はい、ずっと寝てますからね。ちょっと寝る機会が多いですね。失礼しました。じゃあ、曲の方お願いします。はい、バングルスで Walk Like an Egyptian、 どうぞ。コメントありがとうございます。ありがとうございます。寝たらあかん。これがエンディング。あー、マジで。あ、まあ結構好きで、すごいこの曲いいって思ったんですよ。うんうんうん。懐かしい曲よね。1980年とかですか。ね、はい、俺3歳3歳。もう中学校ぐらいの時に聴いてたかな。あ、すごいって、ね、で最近もうバングルス結構聴いてますよ、他の曲も。ノリがいいもんね。はい、コメントが、こんばんは、寝たらあかん、注意してくれたという。ありがとうございます。嬉しいな。ごめんなさい、コザで聞いてたから。え、コザで。そうなんだ、コザで、関西のかっちゃんなのにコザで聞いてたからって。AKB ファンさん、ありがとうございます。いつもいつも感謝です。え、でもジョジョの奇妙な冒険今やってんの。そう、アニメ化されたんですよ。マジで。あれがアニメ化されてて、はぁ、今ちょうどスタンドが出てきたところなんですよ。マジで。シルバーチャリオ2はまだ出てきてない。あ、出ました出ました。あ、出た。今、どこまで行ったかな。とりあえずジョジョの仲間は全員出てきて、うんうん、で、あの、何でしたっけ、こうターバン巻いてる仲間の人が、あ、はいはいはい、殺されて、うん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 、殺されたところです。あ、マジで。はい。はあ、そこまで行ってんだもん。もう世代ですか、もうジョジョは。ジョジョはね、だから俺ジョナサン・ジョースターの時から知ってるもん。ああ、じゃあもう一番最初、一番最初のやつですね。うん、そう、
だから指あの波紋あ波紋波紋波紋が出て、うん、懐かしい。そうそうそう、ファミコンとかでカセットも出たからさ。へえ、うん、あ、そうなんですか。柱を登るっつってから登りきれんかった。小学生の俺には無理だった。あのゲームは難しかった。いや、自分はもうアニメで見てますね今。漫画より先にアニメで。あ、そっかそっか、だよね。ジャンプでずっとやってたからね。そう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 、どうでもいい話。何、寒い？どうでもいい話。どうでもいい話、何が？山崎さんのどうでもいい話。2点あるって言った。2点、2点、2点、あ、もう1個ありますね。じゃあかぶせていきましょう、かぶせて、もう、はい、はい、じゃあ下げます。いやでもジョジョとかやってんだね今ね、漫画でね。そうそう、漫画で、うん、今一番新しいのが出てますね、はい。あ、僕なんかね、もう あれですからね、もうジャンプで読んでた世代ですからね、もう一番最初から。一番最初、すごいですね本当に。もう波紋の時期からなんだこの絵はって、ああいう絵がねあの頃なかったんですよまだ。確かに今もないですよ、あの絵は。ちょっと斜めってるみたいなね。斜めってちょっと気持ち悪い絵ですね。そうそうそう、ちょっと気持ち悪い絵だったんですよ。だけどそのほら、もう九条丈太郎ぐらいになると、はい、もうだいぶ落ち着いてきたというか、見慣れてきてもいる感じの、うん、に なるんですけどね。そう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 。で、さらにもっとどうでもいい話あるんですか？もっとどうでもいい話があるんですけど、前、何でしたっけ、チャーリーに行ったって話したじゃないですか。ああ、はい、はい、チャーリーね。で、うん、その話を、まあ、南城市にいる友達にしたらですね、満腹食堂行けよ今度はみたいな言われて。でも満腹食堂なんか変わったことあります、向こう。まあ、一応南城市といえば満腹食堂だろうみたいなことを言われて、でその行ったんですけど、なんか南城市って自分の中だとめっちゃ遠いイメージがあるんですよ。はいはいはい。でも意外と満腹食堂は近かったっていう。高速できました？いや全然、77号を通ったんですよね。与那原、与那原ですね。与那原ですか、町役場に突き当たって、はい、右折して、あのパチンコ屋あるじゃないですか、はい、パチンコ屋、はいはいはい、あのカーニバルみたいな、そうそうそう、うん、そこを左折してずっと行ったらもう満腹食堂だったんですけど、そうそうそう、すごい近かったですね意外と、まあ、そうですね、行ってみりゃね、距離的にそこまであるわけではないんですよね、はい、ただ混むからっていうのが ね、 ありますね、ありますけど、はい、でどうでした？一応やっぱり結構有名なのいろいろあって、ひよこ汁ですか？え？あ、じゃない、アヒル汁です。アヒル汁。びっくりした。ひよこ汁。なんて残酷な汁なんだ。アヒル汁ですね。アヒル汁と、一応、ヤギ汁と、ヤギ刺しを食べましたね。はい、ちょっと待って、アヒル汁と、ヤギ汁と、はい、ヤギ刺し。ヤギ刺し。2人で行ったんで。あ、びっくりした。1人でこんな食べないんですけど。はい、ただでさえ満腹食堂ですからね。はぁ。アヒル汁でよかったさもえ、ひよこじゃなくて、ね、結構でも定食物も多かったじゃないですか。多かったです ね、 はい、お客さんも結構いて、あでしょ、うん、7時ぐらい行ったんですけども、はい、のね、結構ねいつでもねいっぱいしてる感じですけどね、まあ、でもねチャーリーのねメイド服かな懐かしいですか懐かしいというかまた見たいっていうことではないですよ、ね、いつからこの人たちはこの格好をしてるのかなっていうね、最初からこの方はいつから勤めてるのかなっていうね、ちょっと気になりますね、もう40年ぐらい勤めてるのかなっていう、うん、そうそうそう、だから制服変わってないのかなっていうそういう想像がもうできなくなったっていう話ですよね。そうですね、もう自分が行った時はもう来てなかったんで、ちょっと残念ですね。あ、チャーリーはもう40年越すよね。ああ、ということは働いてらっしゃる方は、想像するのやめた方がいいかな。二十歳にお勤めしたら60だもんね。あ、ですよね。そうですね。うん、あ、そうそうそう、チャーリーって言えばね、はい、もう一つすごいことが、俺言ったっけ放送で。何？あのね、はい、ミルクセーキの話言ったっけ？あ、言ってないです、言ってない。ミルクセーキの話してないです。あそこにミルクセーキがあるんですよ。ミルクセーキだったよね。うん。ミルクシェイクだけどミルクセーキって書いてあるんだよね。そうそう、あ、そうなんですか。シェイクなんですよ、一応シェイクなんシェイクなんですですけど、ミルクセーキとかミルクシェーキって書いてあるのかな、はい、うん、でそれを注文するんですよ、はい、だけどまあ、その時たまたまなかったのかも知れません、はい、わかりませんけども、このね、レジの方がね、えっ、ちょっと待ってください。でどうなったかというと、その方がまず厨房に行かれました、はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。で厨房に行って戻ってきた時に、はい、ね、
またちょっと待ってくださいって言うんですよ、はい、ね、最初ちょっと待ってくださいって言ったけど両手ともパーだったのに、はい、戻ってきた時には右手に牛乳を持ってたんですよ。ちょっと待ってください、はい、ね、お牛乳と思って牛乳ですか。でそれからどうするかって言ったら、はい、そのままレジから出てきて2階に上がっていかれたわけですね。ああ2階ありますね、はいはい、2階行って、そう2階に行って、ね、しばらく、まあ、5分ぐらいですかね、はい、待ってましたらあのミルクシェイクと、はい、あの牛乳持って降りてきてお待たせしましたって言って、はい、ね、降りてこられたんですよ、はい、ね、思いっきりあの牛乳で作ってきましたみたいな、ね、原材料はこの牛乳ですみたいな。ね、そんなにオープンなんですね。オープンというか、そうなんですよ、すごいオープンというか、あの時はちょうど切れてたんでしょうね。なんでびっくりして、メニューにあるから頼んだのにみたいなね。あ、そうそうそう、こ、あ、彼女がね、はい、ね、ここのミルクシェイク美味しいんだよって言ったんでね、はい、そうそうそう、でお客さんも来られてたんだよ、はい、ね、美味しいらしいんで頼んでみましょうと、はい、言ってレジで頼んだら牛乳持って上がっていって一緒に持って降りてきたみたいなね。あ、この牛乳かみたいな。そうそうそう、そういうこともありました。あ、まあどうでもいい話ですね。どうでもいい話ですね。これで、うん、はい、こんなのもチャリ行くと見れますっていう話です。チャリローカルだからね。そう、まあ、ローカルネタですね、うん、はい、満腹食堂のところは結構栄えてましたね、南城市の中だと。はい、そうですね、ファーマーズとかもありますしね、ラーメン屋さんみたいなのも新しくできたのもありましたし、うんうん、そうです、そうです、あの辺はね、だいぶね、あの栄えてきましたよね。ね、あ、三栄ってどこにできるんだろう。どこの三栄、あー、わざと、あ、どこですかね、いつできるんですかね。あ、ちょっと来週聞いておきます、友達に。あ、お願いします。南城市の大田の友達、どの辺にできるのか、はい、はいはい、聞いておきますね。よろしくお願いします、はい、大変気になって、はい、ということでもうね、今週もあと残すところ1分30秒切りました。はい、なので、ミュージックバー F の方でですね、今週金曜日に、サツキ&ランということで2人でね、ライブされます。ズーの、ボーカル、サツキさんの曲というか、ズーのチューチュートレインをお聞きしながら、お別れしたいと思います、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。AKB ファンさん、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。